はい、新さんマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、新です。今日買ってきた品物はこちらでございます。ファミリーマートに行ってきました。中華まんでございますね。中華まんの何かというと、もしかしたらもう食べたことがある人もいるかもしれないんですが、こちらです。じゃん、ラーメンまんでございます。はい、ラーメンまんを魚妻に続き第2弾になるんでしょうか、もしくはまたもうすでにあったのかもしれないんですが、ラーメンマンを買ってみました。中には担々風と書かれてたんで、担々麺的な何かが入っているんだと思います。横はこんな感じになっています。ちょっと細長い感じですね。でちょっとこっちからガッと割りますね。魚妻の仇だ。別にこういう感じになってます。香りは中華系のもので、片栗粉でうまく固めているんですかね。じゃあいただきます。鶏肉とタケノコが入ってるんでしょうか。あ、これ美味しいですね。魚妻も美味しかったんですが、このラーメンマンの方も美味しいです。ちゃんと中って書いてますね。うん、うまいです。うまいうまい。私は普通の肉まんよりもしかしたらこっちの方が好きかもしれないですね。以上、今回はファミリーマートでラーメンマンですね。これが180円でございましたで買ったということでした。では。そしてですね、今日ですね、チョコエッグマリオがあったので買ってきました。これでちょっと開けてみました。ね、もうかなり過ぎ去っているので、まあコンプリートを目指すだけなんで、ちょっと今なんですが、今日のものはこちらでございます。アワチビヨッシーですね。やりました。やっと被らないものが来ました。あと残ってるのがマリオとシークレットの方ですね。あとこの2つとなっています。今日はチョコエッグマリオ18個目はアワチビヨッシーでございました。